待って、ちょっとムカデ先にしとこう。待って、やった、捕まえた、見せないで。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナドーン時刻は2020年4月4日土曜日の午後5時19分です。今日は特にお知らせはありませんが、あ、昨日の音楽番組、どなたかご覧になりました？お気に入りのアーティストがたくさん出演していたので、最後まで口ずさみっぱなしでした。え？ M ステのこと？はぁ、私ったら個人的なテレビの感想なんてすみません。それでは本日も良い一日をお過ごしください。あつ森の世界にも M ステが。はい、ということで、今回もやっていきたいと思います。なんだ？スマホが鳴っている。なになになに？もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金、16,440ベルをお口座に振り込ませていただきました。あ、そういうことか。あれ、電話かかってきよったっけ、前回も。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。了解です。いちいち言ってくれなくてもね、スッと振り込んでくれとったらいいんやけど。あ、ジャスティンから。釣り人アイナ様。オーダーしてくれていた土壌のオリジナル模型が完成したので、早速お送りします。君の釣りライフがますますハッピーになりますように。生きてる魚コレクター、ジャスティン。イケてる、いらなくね。たぬきマイレージプログラム。あ、そっかそっか。え、何頼んだっけ、私。なんか、公園関係のものやったような気がする。とりあえずちょっと、土壌の模型。おー、なんかいいね、いいね、いいね。かわいいね。んで、スプリング遊具か。あ、そっかそっかそっか。あの、馬みたいな形のやつや。なるほどね。あ、ちなみにこの、桜の花びらが10枚集まったんで、ちょっとあの、静江さんにもらった、お花見キット的なものを作ろうかと。ちなみにね、動画外であの、卵を集めよったら、あの、岩の卵を集めた時に、この岩の卵の服を思いついた。これもしかして全パターンある感じなんかな？前のやつ私葉っぱの卵やったんよ。全パターンありそうやね。やば。え、で？あ、これや。お花見セットー。いいね。めっちゃいいやん。よし、これを。でさ、あの、ラグとかも外に敷けるんかな？やったらさ、レジャーシートみたいにできることない？お花見セットができた。で、ラグの上にも多分置けるよね。この辺でお花見しようっと。お花見セット。あー、いいね。いいね。もうちょっと花の下ら辺で。レジャーシートも欲しいね。一応なんか下にシート引いとるけど、もうちょっとなんか動物たちがさ、座ったりできるぐらいの範囲のレジャーシート欲しくない？あ、でもかわいい。よき。あ、でも公園、どの辺にする？なんかこの辺にしたいなって思うんやけど、まあ、とりあえずで置いていっとこう。まあ、後からいろいろまた変えるとして、この辺に公園を作りますよっていう目印ね。ハニワくんやこんにちはでございまひ。ただいま、石の橋のための募金をしておりまひ。目標の16,800円じゃない。168,000ベルやった。なるほどね。結構あるんや。374ベル。全然やん。やば。またにします。でもまあ、なんか、何気に、なんか、木がくっついてるんですけど。何気に、寄付はしてくれよる人はおるんやね。ちょいと待って。よし。さあ、これは？ん？どこ行った？あ、これか。はい、来た！イースターのウォールクロック。新たなレシピ。ふんふん。イースターのウォールクロックのレシピを覚えた。さあ、これは作れるかな？何か作る。あ、作れる作れる、やった。サラと豚卵。作っちゃう。さあ、どうだ？イースターのウォールクロックができた。オッケー。あ、ほらほらほら、来た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 。ちょ、待って、来たから。あ、今持っとった。お、これは？
は、卵を、お、来た来た。卵の模様をうまく活かしたら、DIY のレシピをひらめいた。これで多分服が作れるようになったはず。作ります。おー、いいね、いいね。作れるし。全部卵2個でできるんかな。空飛ぶ卵の殻ができた。あ、でも、やっとしたら、1個足りんか。靴が作れない。待って、靴が作れない。靴は何個必要？ね。あ、空飛ぶ卵が2個必要や。お、これは全然気づいてくれないパターン。もうちょっと泳いで、もうちょっと。そしたらきっと見つけてくれるはず。お、来た。はい、発見。おっしゃー、卵。あ、思いついた。卵の模様をうまく活かしたら、DIY のレシピをひらめいた。ってことで、これで、さあ、作れるはず。DIY で何か作ろっかな。作りまーす。全部作れるかな？魚の、あ、絶対作れる。魚の卵めっちゃ持っとるやん。イェーイ、これでとりあえず殻ができて。靴。はい、魚の卵の靴。イェーイ、揃った。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、今回は、離島の方に行ってみようかなと思うのだけれど、多分、マイル旅行券交換できるぐらい溜まったはず。マイル旅行券の発券が完了しました。ご旅行の際はこちらをお持ちの上、あやな飛行場よりご出発くださいませ。さあ、到着しました。今回のターゲットはこの島です。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合には、いつでも声をかけてくださいね。グッドラック。ん、なんか、来たことない島やね。ここは一体どういう島なんやろ。なんか真ん中に、ここぐるっと回ることはできないのか。真ん中になんか、高い山が、どういう特徴のある島ここは。いまいち私にはよくわからないけど、とりあえずちょっと釣りでもやってみる？なんかいろいろと特徴のある島があるっていう風に聞くけど、ここは？来い。はい。来たー。これは？スズキを釣り上げた。スズキじゃなくてスズキなのね。なるほど。別に釣れる魚も普通やね。特に何も。なんか岩がいっぱいあるね。それは何か関係があるんやろうか。で、あとなんか木の枝もいっぱい落ちとった。ってことはここで斧作れるか。ちょ、その辺に落ちとる木の枝を拾ったら、作れそうじゃない？よし。5本ぐらいあるやろ。あ、ちょっと。1、2、3。思ったほどいっぱいじゃなかった。ああ！待ってよ、待ってよ、待って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 、やだ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 。無理。無理。いや、離島で出てきた場合は絶対無理やん。蜂に刺されちゃった。いてて。待って、ちょっとムカデ先にしとこう。待って！やった、捕まえた、見せないで。これは、ムカデを捕まえた。触っちゃダメ、絶対。さあ、それじゃあ帰りますか。はい、ふうたくん。
とりあえず、ムカデとタイかな。ススキは寄贈しとったはず、きっと。あ、タイ寄贈しとんか。なるほどね。じゃあ、タイは売れる？売れるんやったら、金額いいんじゃなかろうか。ひ、ムカデ。あ、いえ、なんでもありません。それで、どうされます？やはり解説をご希望でしょうか。解説して。あ、聞きますか。それでは、5本。ムカデは漢字で、ムカデと書きますが、実際の足の数は100本もありません。見た目通り毒を持っている虫なので、噛まれてしまうとひどく腫れます。出くわした時は気をつけてください。肉食なので何でも襲うそうですよ。決して買おうなんて思わないでくださいね。ゴキビリを食べてくれるらしいんですが、私は遠慮しておきます。はぁ、気持ち悪い。まあ、それはさておき、たとえ苦手なものであっても、責任を持って大切にお預かりしますよ。ありがとうございました。まあ、ムカデはね、多分、虫が平気というか、まあ、普通の人でもムカデは嫌いやと思う。気持ち悪いと思う。どうもー。アイナさん、いらっしゃいませ。今日はどうなさいましたか？買い取って。タイどれぐらいで売られるかなー。でも結構いいと思うよね。1000ベルぐらいいくかな。タイとスズキと、トイナスクリーンはちょっと飾りたい。以上かな。はい。いろいろ持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計、思った以上に高かった。おー、ありがとう。ありがとうございました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。3000ぐらいいったんかな。ちょっと待って、薬。トタルの商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたら、お申し付けくださいませ。ってことで、お薬くださいまし。一個で。はい。ってことで、ここで直していこう。お薬。ふぅ。そんなミニコの方でいいよ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんばんは。ただいまのアイナトの時刻は2020年1月5日日曜日の午後11時23分です。今日は特にお知らせはありません。また新しい1週間が始まりますので、皆さんそれぞれが良い1週間を過ごせますように。それでは。あれ、ノートパソコンやったんや、手前にあるやつ。さてさて。あれ、なんか来とる。なんか買ったっけ？ん？スマホが鳴っている。あ、買い取りのやつかな。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金5624ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。了解。あ、ハッピーホームアカデミー。そっか、1週間経ったけん。16,662 ポイント、ランク B、おめでとうございます。あ、でもまあ、広くなった割には、まだいいかな。壁掛け家具があることで華やかなお部屋になってきましたね。ますますの発展をお祈りして、お祝いの品をお送りします。ハッピーホームアカデミー。これはやっぱりランクによってもらえるものも違ったりするんかな？オープンリールデッキ。って何？ちょ、待って、見たい。あー、なるほど、なるほど。そういうやつか。あの、なんか、こういう感じの。いらんかな、特に。月が綺麗だな。ちょ、待って、月が綺麗なのはいいんやけど。お、今待って。あれ、タランチュラやない？ちょ。これはゲットするべき。ほら！やったー、ゲットー！いやー、嬉しい。ん？これは。タランチュラを捕まえた。真似しないでね。ふぅ。お、ちょうど壊れた。あ、しょぼい網が壊れちゃった。ずいぶん使ったからな。でもやった。嬉しい。なんかさ、流れ星！流れ星流れうる。なんかキラキラ音が聞こえると思ったんよね。ほら。ふぅ。願い事叶うかな。なんかこれ流れ星がさ、流れてきた時に A ボタンを押したらいいみたいなの。なんか、あれやん、飛び盛りの時にもそういうのあったよね。あ、もう一回願い事したら終わりなんかな。わからんけど。
っとびっくり。あ、なんか止まっとった今、フクロウが。これか。釣り大会のお知らせ。皆さん、4月11日土曜日は釣り大会です。たくさん魚を釣り上げると商品がもらえるんですって。お気軽にご参加くださいね、しずえ。かわいい、なんか猫が釣りしよる。4月11日 ?11 日が釣り大会。了解です。ってことはまたジャスティンがやってくるわけやね。ふふ。ふおまささんではなく。あ!来た来た来た。は。おし。オッケー。よっ。DIY で何か作ろっかな。作りまーす。これで、あ、これじゃないな。あ、これこれ。イースターのライトガーランドを。これを作ります。で、あと、ウッディ2個と、空飛ぶが2個いるんよね。さあ、頑張って、ゲットしていかねばやね。何か、あ、プレゼント来た来た来た。ちょ、待って待って。待って待って。はい。イェーイ、オッケー。これで持ち物欄が埋まったね、ちょうど。お願いします。もうなんかすごい、あれやね、騒がしい服装やね。はい、化石の鑑定お願いします。ってことで、この二つね。お、はい。さあ、両方とも展示に行くのか、はたまた売れるのか。あ、ってことは片方売れるってことやね。よき。よき。あ、全然片方寄贈するよ。何かわからんけど。はい。それじゃあ、寄贈します。わくわく。ケツァルコアトルスの左翼。めっちゃ言いにくいね。本当におる恐竜たちなんかな。あつ森の中だけのじゃないよね、別に。いやー、まさかケツァルコアトルスの左翼がこれほどいい状態で見つかるとは。せっかくですので、ちょっと解説いたしましょうか。お願いします。そうですか、そうですか。お任せください。それでは、5本。ケツァルコアトルスはですね、恐竜時代の空を最後まで支配した史上最大級の翼竜です。へぇー。翼を広げた姿もさることながら、地面に立っている時も現代のキリンより大きかったとか。マジでめっちゃでかいやん。最近では足跡の化石なんかも見つかったりしておりまして、四足歩行をしていたことが分かっています。え、マジで?え?かっこよく空を飛ぶイメージとは裏腹に、かなり地味な歩き方をしていたようで、なんだか笑っちゃいますね。といった感じでございます。ではこちら、寄贈品として大切にお預かりいたします。残りのパーツも見つかって、完成した姿で展示できるといいですね。ありがとうございました。じゃあ残りはとりあえず、この時間もう閉まっとるけん、店は。外のボックスの中に入れてこようか。流れ星に願い事もしたけん、きっと今後いいことがあるはず。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほい!ということで、今回もやっていきたいと思います。はい、スコップ。網と間違えてスコップ2個目作ってしまったよね。ん?あ!ねえ、これ!ゆうたろう!え、ゆうたろうよね。ねえ。いやー、出たー!え、なに?え、なんか、じりじりになったんやけど。ひー、幽霊様、私何も悪いことはしておりません。どうかお見逃しを。幽霊は君だよ。え、人間?ナオミの人間ですって?私、昔からこの島におりますが、人は一人も住んでいなかったはず。あ、最近移住してこられたとか。なるほど、なるほど。そういうことだったのですね。では、改めまして、自己紹介を。え、大丈夫?なんか、めちゃくちゃ小さくなったけど。私は、ゆうたろうと申します。どうぞお見知りくださいませ。私、暗いところ。とりわけ夜は大好きなのですが、幽霊だけはどうも苦手でして。どういうこと?鏡見れんの?で、あ、私驚きすぎてこんな姿になってしまいました。先ほど飛んでいったのは私の魂の一部なのです。幽霊なんだけど、魂はあるのか。びっくりした拍子にそこら中に飛び散ってしまったみたいですね。はぁ、こんな姿じゃどうすることもできません。果たして困りました。こんなことをお願いするのはとても心苦しいのですが、
飛び散った私の魂をかき集めてきていただけないでしょうか。でないと私、一生このままです。こんな姿のままでは浮かばれません。お礼もちゃんとさせていただきますので、どうかお願いいたします。飛び散った魂は、そうですね。全部で5玉くらいでしょうか。そういう単位なんやね。5玉。島のあちこちにふわふわ漂っているはずですので、網を使って捕まえてくださいませ。網で捕まえれるん、魂。ではよろしくお願いいたします。ありがたや、ありがたや。協力するとか言ってないけど、まあ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 。でも、あったあった。5つもある割にはあんまり見かけんね。あれ、位置高くない？いや、そんなことないか。はい。しかも手で持つこともできる魂。ユータロン魂を捕まえた。ひんやりしてる。そうなんや。あと4つ。よし。あ、あれ魂や。なんかめっちゃ薄くない？魂。ちょっと待ってね。近づいたら、なるほど。遠いと薄く見えるんやね。これで2個目。あ、遠ざかっていかないで。はい、2個目の魂。2玉目。これで2玉目。あ、あった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 。こっち側に追った方がいいかな。あ、こっちに近づいてきよるね。オッケー。来た来た。はい、3玉目。イエーイ、ユータロン魂を捕まえた、見たまっていうんやね。あと2つなんやけどなぁ。あ、あった。よし。これは向こう側に渡るべきか、こっちに来てくれるか。向こう側やね。じゃ、待って、渡ります。は。そして。あれ？はい。はい、これで4つ目。ユータロン魂を捕まえた。ふう、あと一玉。あと一玉、一体どこにあるだろうか。あ、あったー！あったよ、あったよ。これ向こう側に渡ってった方が良さげやね。あ、こっち来る？あ、こっち来そう。ちょ、待って、網の方に。さあ、早く来い。来るんだ。来るんだ。遅い。ねえ、遅い。え、どこ行くの？あ、やったー！ゲット！ユータロン魂を捕まえた。やった、これで最後だ。ユータロンに返しに行こう。よしよし。はぁ、やっとこさ。よいしょ。ユータロー、やっと魂全部集まったよー。あ、いたいたいた。いたいた。うわー、ツイン魂を全部集めたんですね。ささ、早く私にお返しくださいませ。どうぞ。はい。めっちゃ輝きよる。はいはい、確かに5玉ありますあります。おー。戻ったー。さっきのサイズの方が可愛いよ。パッパラパー。はー、あなた様のおかげで元の姿に戻ることができました。いやー、本当によかったよかった。実に素晴らしいです。ありがとうございました。そうそう、お約束したお礼を差し上げなくては。そうですね。では何か装飾品を差し上げましょう。まだあなた様が持っていないものか、ちょっとだけ高価そうなものをお選びいただきますが、どちらが良いでしょうか。え、高価そうなもの。はいはい、承知いたしました。ちょっとだけ高価そうなものですね。私、品定めが得意ではありませんので、本当に価値があるものなのかどうかは正直わからないんですが、アントワネットのドレスを差し上げようと思います。持ち物に入れておきますね。え、めっちゃ良さげなんか。それではまた何かご縁がありましたらお会いしましょう。これにて失礼いたします。もしかしてあれ？ジョニーみたいな感じで、定期的に現れては魂がパッて消える感じ？なんかそんな予感がするね。アントワネットのドレス。かわいい！え、かわいい！めっちゃいい！すごいちぐはぐな格好やけど、え、超かわいい。え、いいね、いいね。気に入った。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。こっちに気づくの遅くない？皆さん、こんばんは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月6日、月曜日の午後8時55分です。なんかスケジュール帳を調べよったんかな。今日は特にお知らせはありませんが、ずっと探してた靴下の片方が洗濯機の後ろから出てきたんです。
お気に入りだったので嬉しくって。どうでもいい。かわいいけど。あ。私ったら個人的な話をしてしまってすみません。いやでもそういう話聞きたい。では今日皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。スケジュール帳とかびっしり書いてそう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。またあれか?お金。もしもし、こちらたぬき商店のまむきちです。そちら、あいなさんのお電話でしょうか?買取ボックスに入れてくださったお品物の代金9080ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。またスポーティーな格好してるね。それ、ん?シャンク!ちょ、待って待って、シャンクや。てか、ちっちゃくね?こんなんやったっけ?え、なんかめっちゃちっちゃくない?かわいい。いらっしゃい。お、初めてのお客さんだよな。俺の名前はシャンク。見ての通り、靴やソックス、バッグなんか売りに来てるんだ。バッグも売ってくれるん。へぇー。週に一回この島へ来るつもりだから、今後ともよろしく。おー、週一で来てくれるのありがとう。よかったら今日の品、見るだけでも見ててくれよ。ふんふんふん。全然見るし。え、かわいい!パーティーバッグ。え、絶対この服に合うやつやん。いいね。二つきリュック、スタッツリュック。え、かわいい。これ何?スパンコールレギンス。へぇー、そんなものまで。フリル付きニーハイソックス。へぇー、アニマルスリッパ。すごいね。ちょっとパーティーバッグ欲しい、私。パーティーバッグは1250ベルだけど欲しいのかい?買っちゃいます。よし、来た。で、ちょっとこのバッグの代わりに持つわ、私。ありがとう。毎度あり。他にも何か買っていいかい?いや、大丈夫。ありがとよ。ってことで、ちょっとパーティーバッグ。いい!見てこれ!え、超可愛くない?え、めっちゃ似合うやん。よき。あー、めっちゃいい!超嬉しいんやけど。あー、びっくりした。何があるんかと思った。何これ?ちょっと待って、こっちも。え、なにこれ、なにこれ。コンペイトーみたいなの落ちとる。星のかけら?星のかけらってなに?なにするのこれ。置くしかできんやん。え、よくわからんけど。やったー。あ、灯台ちゃんと機能しとるね。ほら。ね。よきよき。なんかわからんけど、星のかけらゲット。あ、あれか。流れ星のやつや、多分。何か意味はあるんかな?これを見つけたラッキーな君へ。拾ってくれた君に卵のレシピをプレゼントするよ。君のラッキーアイテムになるかも。ぜひぜひ作ってみてね。ラッキーバニーより。イースターのバルーン A。ってことは B もあるってことやね。ふんふん。イースターのバルーン A のレシピを覚えた。さあ、何が何個必要になってくるのだろうか。多分あの星のかけらは、ね、あ!もう一個。え、しかも横にまた。メッセージボトル。今度普通のメッセージボトルや。星のかけら集めたらなんかいいことあるんかな?よその島の誰かさんへ。昨日の夜 DIY にプロになる夢を見たんだけど、その夢の中で作ってたのがこのレシピなんだ。秘密にしようかと思ったんだけど、どうしても誰かに言いたくって。他の子にも教えていいからね。大発明家のアチョットより。誰アチョットって初めて聞いた。え、ブーメラン。ブーメラン知ってるわ。今の評価はどんな感じかな?大して変わってないかな?お、すぐに気づいた。居眠りしよったのに。あら、イナさん、こんばんは。本日はどのようなご相談でしょうか?島の評判について。アイナ島の評判をお知りになりたいんですね。現在のアイナ島の評判は一つ星です。ああ、変わってないね、やっぱり。まだまだ今後の成長に期待されている状況です。具体的に寄せられたご感想の例を読み上げますと。目立たないところが素晴らしいです。このまま私と共に忘れられがちな存在でありますよ。それは、誰?ゆうたろうかい?とのことです。この方はある意味喜んでおられますが、住民が少なかったり話題性がないと評判が得られないんですよね。何よりこちらの届くご感想もこの方からばかりなんです。だって前はなんか、人がおらんのがいいみたいなんよってん。ゆうたろうじゃない?違う?ちょっとわからんけど。住民を増やすには、この島のどっかに売り土地を設けて、移住してくれる方を募集する必要があります。
売り年の確保と希望される場合は、タヌキツさんのカウンターで、インフラ整備についてご相談くださいね。以上になります。また、島の評判を気になりたいときは、お気軽にお尋ねくださいね。ちなみに、他にも何かご相談はございますか？大丈夫、何でもないです。わかりました。また何かございましたら、お気軽にご相談くださいね。了解です。これで何かしら作れるようになったはず。DIY で何か作ろうかな。作りまーす。あれはちょっと揃ってから作りたいけん。あ、じゃあこれやね。エイサーの壁紙。作ります。イエーイ、イーサーの壁紙ができた。さあ、これで、魚の卵の服、作りまーす。魚の卵の服ができた。さあ、そして、あとは、あと作ってないやつで作れるようになったのは、ないね。うん。ないね。あと、この二つや。ウッディ、空飛ぶ魚。その三つが足りんくなった。なるほど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。